みえって今日は、はい、先生の YouTube を紹介しようコーナー第3弾先生 の、 あの動画が素晴らしいのでご紹介したいということで、そうコンサート行くのも大変だったりする人もいるのでYouTube で先生たちの演奏をぜひ楽しんでいただきたいそして気に入ったらコンサートに来ていただきた い、 来たいっていうそういう気持ちもあるコーナーでございますコーナーですね、はい、今回リュツコフ先生のチャンネルなんですけれど、はい、とってもお得なチャンネルなので、はい、ぜひぜひ皆様にご紹介したいなと思って、うん、今回先生からまずおすすめとして、はい、あの届いたのはあのスクリアビンのコンチェルト、そうですね、フィスモールですね、そうですね、とあと中国で行われたコンサート、これがね重たいプログラムなんですよ、なんかすごかったね中国のコンサートも本当にコンサートに行った気分で見れる動画だと思います、ですね、まずはスクリアビンのピアノ協奏曲の方、うん、彼はスクリアビン弾きなんですよ、ですね、あのスクリアビン基金、なんかスクリアビンの作品を広めようっていう、そう会員ではあるわけですね、そう、そういうその基金に入ってる会員の方なので、うん、スクリアビン作品を愛していらっしゃる、そうで今回これから見せるちょっとだけですけど、うん、お見せする動画はあの先生がものすごく若かりし頃、もう本当になんか あれ先生ですかみたいな、初めて見た時にちょっと待って誰って思ってなんか、まあ、単純にすごい若い、うん、でも演奏はかっこいいっていうか、なんかすごく男性的に弾いたと思ったら、あ、女性的で柔らかいみたいな、そうそうそう、なんか力強い指、力強い指みたいな感じで、なんかもうこう虜にさせられる演奏です今のすごさ分かりますか、分かる、聞いてみてください、もうなんかぜひすぐ行ってもらいます、すぐ行ってもらいましょう、すぐ動画に、ま、どうぞそれを持ち合わせてるから、ね、彼はそれをうまいこと表現できてるっていう感じ。それをなんかなんて言うんだろう、メリハリっていう白黒じゃないんですよ。なんかすごいつながりはあるのに、そうそうそう、多面性が見えるっていう、その良さがありますね。じゃあ次は、次はそうですね、これから見せるのはその中国で行われたコンサートの
一部分で、うん、あのやっぱりショパンがその中で一番有名だと思うので、ショパンのところをちょっと見せようかなって思うんですけど、うん、実際は一部二部コンサートどっちも載せてあるので、ずっと見てたらコンサートになりますね。普通にコンサートっていう概要欄に URL 貼っとくのでぜひ見てほしいんですけど、でそこでもやっぱり彼はスクラビーを弾いてるんですよね、うん、二部に。でスクラビーを載せてもいいかなって思ったんだけど、うん、まあなんていうの、ちょっとスクリアビンが詩曲であまり有名ではない、有名ではないというか、あまりみんなが弾くような曲じゃなかったので、うん、じゃあちょっと今回ショパンを、じゃん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 です。あ、やっぱそれ。あふきちゃんがそれっていうのでそれを押していただきます。このチャンネルではちょろっとご紹介っていうことで見せるので、もし気に入ったら飛んでみてください、うん、はい、それではどうぞ。先生はこの2つの動画だけじゃなくて、うん、あの多分 4,5 個 URL 送ってくれたんですよ、うん、なんかもう本当にどうぞどうぞどうぞみたいな感じですよね。この動画も使っていいよみたいな感じでめっちゃ送ってきてくれたのでその、まあ、彼が使っていいって、ね、いっぱいある動画の中で使っていいって彼が思っている動画はやっぱりおすすめ動画だと思うので、うんうん、全部概要欄に一応貼っておきます。イエーイ。でそこから飛んで全部見てみてください、うん、はい、そしてチャンネル登録をぜひ、はい、あの先生のチャンネルのチャンネル登録をゆうこさんも今日ちょっとカビカビですね。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします、はい、します。そして私たちゼルダディークのチャンネル登録ももちろんお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画まで、パパ、さよなら。